今日、熊本中央郵便局では販売を記念してセレモニーが行われました。来年の干支、蛇が描かれたハガキや大阪万博のキャラクター、ミャクミャクが描かれたデザインもあります。今回初めて登場したのが QR コード付きの年賀ハガキです。受け取った人が QR コードを読み取ると商品やギフト券などを選ぶことができます。来年の年賀ハガキは郵便料金の値上げに伴い1枚63円から85円となりましたが、販売開始と同時に買い求める人の姿が。1月1日にもらえば嬉しいですから、はい、その気持ちでこちらも出そうかと思っております。料金の値上げに加え SNS でのやり取りで済ませるケースも増える中、来年の年賀状について街の人に聞いてみました。今年は年賀状は出されますか？いや、出さないです。最近はメールばっかだけですね。で、それでもメールだけでも済みます。来た人には出します。もう私も10年ぐらい送ってないんで、いや本当 LINE だけです。親しい人だけ。一方、年賀状を出すという人は。子供の写真とかをですね、載っけて、大きくなりましたよという、その報告とかですかね。だからそういった機会を作るという点では年賀状あったら、いいかなと思いますけどね。